皆ささんんん、こんにちはレック専任講師の智ですさ皆さん勉強順調でしょうか、ねえー、勉強順調でしょうかって言った時にですねまあなかなかですねまあ,あもうバッチリですよーって方はまあ少ないのではないかなと、えー、いうふうに思いますまあどんだけ勉強してもですねなかなかですね、えー、ちょっときついなーっていうふうに思ってしまうものなんですねはいまあそれはもう皆さんだけではないのでみんなええー、ね 同じ思いを抱えながら勉強しているものでございますでそれで結局10月の21日ですか、えー、宅検試験の本番で点数を取って合格者になっていくこれが重要になってくることなんですねさてまぁ、あ、なかなかですね勉強順調にいかないっていう方もですね一つちょっとおお約束いただきたいことがありますそれは何かと言いますとなるべく早く とりあえず基本だけでいいので全範囲の勉強を終わらせておいてください。で特にやっぱりお、ね、ちょっとじっくりやって,ってって直前期になっていきますっていうふうになってしまうとですねペースが崩れてしまう場合があります。でどういうことかといいますと例えば権利関係の勉強をやりました。宅建業法の勉強をやりました。ここをしっかり固めていきました。気づいたらあと。 2週間しかないと。ね。えー、それで、まだ法令上の制限と税損の他が手つかずです。どうしましょう一気に詰め込むぞっていうふうにやると、やっぱり結構きついんです、合格って。ね。で、それをやるとですね、やっぱり焦りも出てきますし、で、直前期にね、そこばっかりやってしまうと、えー、業法とかがね、おろそかになってしまうってところもあります。ですので、できれば、そうですね、なるべく早く、 うんとりあえず全範囲の勉強を、うん、そんなに深くなくても大丈夫なんで、えー、とりあえずもう触れたこともないよっていうところをなしにするぐらいの勉強のーペースで頑張っていっていただきたいと思います。で、まあ、よく言われるのはですねその8月の中旬ぐらいですねお盆ぐらいまでに一通り見ておいていただけると、えー、その後勉強がスムーズに進むんじゃないかなというふうに思います。そこでですね こちらでございいます今回ははいえー、2018年「ともつぐ道場お盆特訓」ということでですね、えー、8月14日まさにお盆ですね、宅っ試験の68日前になるんですけども、えー、こちら8月14日火曜日に新宿エルタワー校でですね朝から晩まで1日ね、ねっけん漬けになろうではないかというですねそういう企画をしましたで。これは何かと言いますとやっぱりお盆っていうこの時期なんですよね。 でこのお盆という時期まず会社にお勤めの皆さんね会社が休みになりますね会社が休みになるとどうですか勉強できますかそうねもうちょっと羽を伸ばそうかなーっていう形でですねもう羽を伸ばしまくってですね気づいたら1週間ぐらい勉強してなかったという状況になってしまう人もいるかもしれない。 もしくはですねやっぱり規制とかするとですねなかなか、えーね、難しいってところもあるかもしれないです。もしかしたらですね規制するじゃなくてそうどこからかですね、えー、もうお客様が来るという状況になるかもしれないわけですよね。 いやーお盆は結構大変ですよとねえー、で家でですねもう勉強しようっていう風に思ってもお盆は勉強だっていう風に思ってもですよ、ね、親戚が来たりなんかするとですよなかなか勉強どころじゃなかったりするわけですよねそうでも一日中はワキわキャになってる中で横でね、えー、勉強だから邪魔をしないでくれたまえとかできますかねなかなか難しいですよはいというような状況でお盆って 勉強しづらいんですよね。本当にでこのお盆の時期っていうものは1日。まあ、フルに使える、えー、時でもあるわけです。ですので、結構ここで。 勝負かけられるかどうかっていうのがポイントになってきますのでそこで1日かけてですねもうしっかり特訓をしていこうっていうのがですねまあこの講座の趣旨になってくるわけなんですねまあ人によってはですね例えばこれ新宿エルタワー校でやりますのでえー、いやお盆はちょっとね、えー、実家に行くからね無理なんですっていう方もいらっしゃると思いますまあそれはねちょっとしょうがないかなって思いますけれども逆にですねえー、まあ地方にお住まいの方でえーね、えー、親戚が東京にいますと 親戚東京に いるんでしたら、まあ、お子様とかをです、ねえー、お孫さんとかをですよ、ね、一日親戚に預けて、ね、よしじゃあ今日はね一日ばばとねちょっと一日ちゃんと遊んでいらっしゃいみたいな感じで,です、ねえー、子供を預けてでそして、えー、ご自身は新宿エルタワーで一日集中して勉強というふうなあ使い方をすることもできますよね。えー、普段地方にいるんだけどもちょっとね、えー、東京に親戚がいるから、ね、お盆東京に来ますという方はぜひですね、まあ、こういうところチャンス使っていただけ ればといいう,うに思います、はいねえー。なかなか一人でできないお盆ここにですね一日がっつり勉強する機会これをですね、えー、8月14日卓球試験68日前にやりたいというふうに思っております。で何をやるのかということです。このお盆特訓1日で何をやるんですかまず 先ほども言いました通り、この時期までに軽くでいいから全範囲というところがやっぱり目標になります。ですので、全範囲やっていきたいと思います。全範囲扱っていきます。この1日で。で、全範囲扱っていく中で、じゃあ具体的に何をやるんですかって言いますと、これ、実際の 宅建試験の問題って大きく分けるとやっぱり3種類に分けられると思うんですよ。でそれは何かと言いますと絶対落とととせないいい問問問題題題合比を分ける問題と捨ててもいい問題まあ大体この3つに分かれますね。で年によっても差がありますけども、まあ、この絶対落とせない問題が大体毎年25問から30問ぐらい。そしてこの合否を分ける問題というのがまあ大体10問から15問ぐらい。 そして、まあ、これは捨ててもいいでしょう。解ける必要もないでしょう。っていうのが、まあ、大体10問ぐらいかな、という割合で出ています。さあ、皆さん、どこの勉強をやりたいですかね。どこの勉強をやりたいんですかっていうふうに聞きますと、大抵の方がここってございます。合否を分ける問題でしょうと。 やっぱり合否を分ける問題をね、きちんと取れないと、やっぱり合格にはきついんじゃないですか。まさしくその通りなんですよね。まさしくその通りなんですが、今回は、このお盆特訓は、合否を分ける問題は一切扱いません。はい。捨ててもいい問題も一切扱いません。そう、ここです。絶対落とせない問題。ここをしっかりと固めていこうと。 この絶対落とせない問題を全範囲固めてそしてなるべくうこの点数を30点前後までまずは安定させていきたいと。ねえー、それから ですからこれが8月14日に行います宅検試験68日前ぐらいですよねでのこ例えばこれで、えー、8月14日にね,ね前半にバーッとやりますでご自身の苦手分野がパン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 ンと出てきますとでそれを、はい、8月中にきちんと補強しておいていただきたい。 年8月中にきちんとそれを補強しておいていただいてじゃあ9月何をやりますかっていったら9月になったら合否を分ける問題をしっかりできるようになっていただきたいつまりこの問題を対策することに熱中しすぎてここを落としてしまいそして合格を逃す人があまりにも多いんですよ。 これは本当にこれどの試験でもそうだと思いますよこれ宅検試験だけに限らないと思いますよ本当にあの勉強してるけれどもダメになってしまう人のほとんどがそれなんですよいやだって合否を分ける問題をどれだけ取れるかが勝負ですからねって言いながらここの問題をバッサバッサと落としていくもったいないこと限りないんですよですのでここの絶対落とせない問題をまずは試 しっっかり全問取れるようになっていただくことこれがお盆特訓の目標ですですので合比を分ける問題はやりません、はいまあ、捨ててもいい問題は最初からやりませんけどもね、えー、ここはまたね9月以降に、まあ、またね、えー、私の方でも別の道場デルモンチェックとかそういう方もありますのでそちらの方で、えー、対策をしていくにしろまずじゃこの問題を何とかするための前提知識はちゃんとついてますかというところをやりたいと思います。 ですので、まず、いくつかお願いがあります。こちら。そう一応、気持ち的には満点狙う気持ちで来てください。えー、もう今日は満点で行くぞと、えー、いうぐらいの気持ちで、 してくだまあなかなか満点は難しいと思いますけれどもねどっかにはやっぱり、えー、抜けっていうものは出てくるもんですからでも逆にまあその抜けを発見できれば、えー、そこでもうね8月の下旬全部使ってああ自分はこの単元とこの単元とこの単元が本当に苦手なんだなというふうに思ったらその単元をまず集中して1日1単元ずつ潰しても15単元ぐらい潰せますからね8月中に。でそれをまずはちゃんと潰していっていただいて9月からの実践演習に備えていくという使い方を することもできますのでまずはもうね、えー、この8月14日点取るぞっていうぐらいの、えー、気持ちで来ていただきたいわけですよね、それがまずは本当に一番最初にお願いしたい問題ですなぜならいいですかそう先ほども言いました通り絶対落とせない問題をしっかり取ったところで25点から30点そうつまりこの ねえー、お盆特訓の問題を「全問解ければ宅検試験受かりますか?」って言ったら無理です、はい、合格レベルにはままだたどり着かないいと思います、はいえー、ですので、まあ、そういう意味でですねなるべく早く何とかしてもらいたいもんなんですよねでここをまず何とかしてそれからこの次になるべく早い時期にこっちに移行できるようにしましょうというのが、まあ、このお盆特訓の趣旨だと。 とといいいいうううことをま、えー、まずご理解いただければというふうに思いますでですねこちら、まあ、絶対落とせない問題、まあ、25点分から30点分ぐらいまずそこを安定させることができればそこから先は結構スムーズにいきます、えー、まずここをきちんと固めることが結構時間かかるんですねでそしてこれこのお盆特訓ねえー、2018年ともつく道場お盆特訓 昨年もやりましたね、えー、昨年もやりましたけれどももうみんな終わる頃にはヘドヘドになってますよ。えー、だって朝から晩までですもん朝から晩までひたすら問題をバーって解いていって、ね、ここのところ覚えてますかここのところ覚えてますかねすべ、えー、てあの過去問をこう選択肢ごとにこう並べてですね一問一答形式にした問題でございますのではいなかなかヘビーですよ。というところなんですけれどもこれやっぱりですねじゃあそういう企画のものをですね うん、ウェブや DVD にしてっていうとなかなかやっぱりねそれを1日ってやるのは結構きついんですよですので実際に来ていただいて生でやりたいというふうに思っておりますですのでまあふだね、えー、私の講義を受けていらっしゃる方のみならずふ、ねえー、普段独学でやってらっしゃる方もですね、えー、この1日ちょっとね、えー、普段は独学なんだけども、まあ、たまにはちょっとね1日ぐらいちょっと「エルタワー」来てみるかと。 いう形で、えー、参加される方も大歓迎でございますね。普段独学の方ね、普段は、えー、私の講義以外で、えー、頑張っていらっしゃる方ね、えー、普段私の講義で頑張っている方ね、えー、もうつまり対象はすべての方です、ね、もう2018年に合格したいという方すべてがこのお盆特訓の対象だと思っておいてください で,えー、できればですね、これ、なるべく早く申し込んでいただきまして申し込んだっていうのを1つのきっかけにしてもらいたいんです。どういういことか先ほども言いままましした8月14日に全範囲の基本を確認していまていいきすとと言よねということは、これ、申し込んだらば、8月14日までに何としてもとりあえず薄くてもいいから、全範囲の勉強を終わらせるぞという、そのこの講座を申し込んだこともまた1つのモチベーションにしてもらいたいんですね。 8月14日に未収範囲がないという状況でじゃあ全部の基本がついてるのかどうかを確認するための、ね、勉強を8月13日まで頑張っていこうというその一つのですねきっかけにもしていただきたいと思います。えー、ですので8月14日新宿エルタワー校で皆さんとお会いできることを楽しみにしております。えー、ぜひでですすね、えー、まあしっっかり一日頑張って、えーね、やれば成果も大きいと思いますので 頑張ってやっててやいきましょう。それでは、えー、14分ぐらいでしたけれども、えー、皆さん、えー、聞いてくださってありがとうございます。それではまたお会いできることを楽しみにしております。どううもありがとうございました。